皆さんこんにちは。今日はリビング階段の下に少し小さめなのですが収納スペースがあるので、以前は紹介したのですが新しくケースを変えたので紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。開けてみるとこのようにニトリの N インボックスを入れています。以前はダイソーのストレージボックスの柔らかい布製のものを入れてたんですけども、それだとやっぱりふにゃふにゃで取りづらいのでこちらに変えました。こちらは奥行きがすごくある収納スペースなので収納方法にすごく悩みました。で実際に測ってみるとこの通り90センチも奥行きがあります。なので横にレールをつけてそして棚を2段つけました。でこの棚は可動式なので高さが変えることができます。この前のスペースは結構あるんですけどここにも荷物を置いてしまうと奥のものが取り出しづらくなってしまうので今はこのような形で収納しています。下には重いものを載せています。なので下にキャスターをつけて稼働しやすいようにしました。では何が入っているか一つずつ紹介したいと思います。一番下には2リットルのお茶を今は6本入れています。真ん中にはキッチンペーパーとお水と奥にはコストコで買った大きいジュースが入っています。この中にはいつもは水がたくさん入ってたりとかキッチンペーパーが入ってたりとかするんですけど今はお水2本キッチンペーパー2個っていう風な収納方法なんですけどお水がたくさん買った時はここはお水を収納する場所にしています。逆にお水がなくなった場合はキッチンペーパーだけを入れたりしています。次にこちらにはホームベーカリーを入れています。ほこりがかぶらないように一応タオルをかけています。でこの中にはホームベーカリーの説明書も一緒に入れています。この説明書にはレシピも書いてあるので一緒に揃えておくと使うときに楽になるので一緒に入れています。次に真ん中と上の順番に紹介していきます。では真ん中から紹介します。はい、でこの中にはお弁当箱やバーベキューなどで使う紙皿など使い捨て容器などを入れています。こちらはストローですね。子供の友達が来た時に使うんですけど、まあ、あんまり使わないので捨ててもいいかなと思いつつここに入れています。あとは使い捨ての容器、お弁当箱、弁当箱じゃないか、使い捨て容器ですね。割り箸とあとマドラーが入っています。あとはレジャーシートと紙コップ、これもバーベキューとかで使う紙皿、あとはお弁当箱ですね。3つこの容器が入ってるんですけどこれはよく子どもの運動会とかに使ってたんですけどもう大きくなってしまったのであんまり使う機会がなくなってしまったんですがまあ一応使う時があるかなと思って入れています。あとはねお弁当箱セット、お弁当箱、この中にフルーツの容器とかお箸とかお弁当箱が入っています。この袋の中に一つにまとめてしまえば
使う時にこれを出して使えるので一つにまとめてセットにしちゃっています。あとは100均とかで買ったランチバッグですねをこの中に入れています。使うものもあれば使わないものもあるんですけど、一つにまとめておくと分かりやすいので私はこの中にまとめちゃっています。はい、次はこちらですね。こちらは主人のものが多いので私はちょっとわからないのですが簡単に紹介しますね。まずは結束バンドをもうちっちゃいのも大きいのも一つにまとめちゃって入れています。あとはこういうのが入ってたり、マスキングテープとか養生テープですね。それもねジップロックにまとめちゃっています。あとは切りが入ってたり、六角レンチとかフリーザーバッグの中に入れてるんですけど、配線とか車の電球とかちょっともうこの辺はよくわからないんですけど入れてますね。あとはこの中にはネジとかが入っています。で一応どこにあるって聞かれるのが毎回毎回だとちょっと面倒くさいので、ここに一つにまとめてこの中から探してもらうような形にしています。はい、次はその上を紹介します。といってもこちらは空っぽになっています。こちらは紹介します。はい、ここにはカセットコンロのガスと裁縫セットが入っています。以前はこのカセットコンロのガスがいっぱい入ってたのですが、この分使ったので空いたスペースに裁縫セットを入れました。これがね、カセットコンロのガスです。この中にはバレンタインデーとかお友達にあげる時のちょっとしたプレゼントあげる時のリボンだったりが入っています。こういうリボンとかあるとねバレンタインデーとかにちっちゃいお子さんにあげたりするとき喜びますよね。あとはこの中にスパゲッティっていう糸があるんですけど、毛糸っていうのかな、たまにしてたのでその残りが一緒に入っています。このバッグはねリボン系ですね。この中にはダイソーの粘土ケースに裁縫セットを入れています。こんな感じで糸とかね針とか入れています。これはよく使う一軍って感じですね。でこの中にも裁縫セットがありまして、これは主人が子供の頃に使っていた裁縫箱です。懐かしいですよね。今の子はメイクポーチみたいな感じのちっちゃい裁縫セットなので使ってるのかな、わかんないんですけど、いらないって言われたらそれも記念に取っとこうかなって思います。でこの中に裁縫セットを入れています。そしてこの中には空っぽです。このお水の部分が増えたりとかすればここにお水置き場にしたりして、空のところにキッチンペーパーを収納したりしたいと思っています。何かストックものが増えた時にはここのケースに入れる場所がないと困るので、その時は空いてるケースに入れるようにしています。あとはやっぱり収納スペースなので真っ暗になってしまうので、ここに100均のライトをつけています。それぞれの場所にタグをつけています。でこれはキャンドゥで購入したタグですね。これが確かね5枚入りで入ってるんですけど、これにテプラをしてどこに何が入ってるか分かりやすくしています。ちゃんとチェーン付きなので引っ掛けることができます。まあ場所が変わっちゃったりするとねつけてる意味が変わってきちゃうんですけど、まあだいたいこの場所で
収まってるかなっていう感じです。はい、最後までご覧いただき誠にありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次回のハローキッチンでお会いしましょう。グッバイ。Something at the edge of space, calling us to fly.